アキチ。こんばんは。こんばんは。はい、言わなかった。言ってるよっつって。アキチ。はい。ミカボーです。たっちゃんです。なんか先週とか、うん、前回とか名前言ってないんでね。ああそう結構名前言ってない。よく言い忘れるんだよな。そうな。この間さ、うん、ちょっと汚い話なんだけどさ、うん、大きい方してたん、したくなって、うん、でねずっと便秘だったの、うん、で4日目ぐらいにものすごいお腹痛くなっちゃってさ、うん、でトイレに行ったのね、うん、でもう多分ギュルギュル鳴ってっから、うん、これ出るかもしんないと思ってさ、うんうん、やってさウォシュレットで刺激させたりしてさ、うん、石みたいな何石みたいな硬いの出てきて何出した瞬間からこう、うん、立ち上がってちょっとでもボリボリいやそうじゃないそうじゃない何を言ってまたラジオで立ってどうすんだよそこであのいっぱいになっててこう立ち上がってちょっと座ってらんないのかな。いやいやいやそしたらさ石みたいなのがね、うん、出てきたの、うん、硬いやつがでそれがさ、うん、線になっててあそれが出たらさもう滝のようにそれこそ空飛べるぐらいさやばい。いやもう俺立ち上がりそうになったじゃんいや言われちゃったと思って、もうさあれってでもそのなんて洋式の便器さ、うん、満タンになるんだよそれはそれ持って歩ってたってことでしょ。いやいやそうまあそうだけどさ山盛りにこんなにだって俺どんだけ出たのかと思って確認したの、うん、流さないで、うん、こんなに出るもんかって思うぐらい。へえ、よかったね食事の時間じゃなくて。まあね本当だよ。いやでも、うん、そっか男の人ってあんま便秘するって聞かなくない？ないない、うん、俺もほとんどないよ。珍しく本当珍しくね。なんでなんか原因があったの？分かんない。水分取ってないとかそういうのかね。いやそう普通にしてたよ。食べるものかもしれない。食べ物っていうか、うん、どうなんだろうね。なんか、うん、あれじゃん五円玉飲んじゃって昔は今言ってて自分でバカなこと言ってるの昔さ昔あったよそれラジオでそういう知んない？五円玉飲んじゃって今日も出るのはスパゲッティ。バカなこと言ってるよね。もう50も超えてさ自分で今言いながら失敗したなって思ってもうさ子供の時あった銭湯で出しちゃったっていうのは湯船なしてそれは大変だよ。えらい目にあってそれは大変でしょう。あの頃さ、うん、銭湯って、うん、結構混んでたでしょ。混んでた。お風呂のない家も多かったからさ、うん、混んでて、うん、それに笑わせようと思って地獄絵図笑わせようと思ってさおならしてもう頭の中ではねおならをしておならをブクッと上がってくるじゃん。それを洗面器で受け止めてで匂いを嗅ぐっていうことしようとして出ちゃったことがあってさ固形出ちゃったことがあってあれ出ちゃったの慌てて上がったら親父たちも慌てて上がったすげえことになってさ、うん、いやめちゃくちゃもうみんなから怒られたよ俺。それはどうすんだろうね。入れ替えなきゃダメでしょ。入れ替えるんでしょ多分俺はもう逃げるようにして泣きながら帰ったけどすんごいみんなすごい怒ってたもん。そりゃそうだよね本日の風呂がアウトになるわけでしょそう うわそれすごいなでも意図的にしたわけじゃないからさ。いや意図的にしてるよそれおならのつもりで身が出ちゃったっていうさもうすごい、ね、バカだな今思い出したよそれ。でもさ、うん、そういうことはなきにしもあらずじゃん。さすがにさ身を出したやつは見たことないけどさダッチョウのおばあちゃんしかない。ダッチョウが出てきちゃってもうさほらお風呂の鏡ってさ下開いてるじゃん、うん、こうやってお風呂のさ体洗うと思って、うん、で鏡越しに後ろのおばあちゃんのさ、うん、姿が見えたの、うんうん、お母さんとお風呂行ってさ、うん、うちのお母さんが横にいてさ、うん、なんか出てんの、う
振り向いてなんか出てるって思って、でもあの人なんか出てるって大きい声で言えないからうちのお母さんになんかなんか下がって下がって言ったら、ああダッチョだよとか言って、ああそうなんだと思ったらさ、立ち上がった瞬間にさ、そのおばあさんさちょっと鏡気味になってピュッて入れちゃったの指で、しまったよとか思ってそういうもんなんだ、うん、しまえるみたいだよ、すごい、これ出し入れ自由とか収納できるすごい、余計おかしくてしまえるんだと思って、だから多分下がっちゃって肛門から、うん、腸が出ちゃったんだよね、すごい、これ普段からやってなきゃ絶対この技はなせないなと思って、ね、年がら年中なんだよね、うん、そしたらねびっくりした、見てこう後ろになんか出て下がってるしさ最初男かと思っちゃって足が3本ありますよ、下がってきてるからさ、なんか下がってないじゃない女子は、まあね、だからさあれって男の人でもどう見たっておばあさんなんだよね、胸はあるし、おかしいなと思ってさ、あれはびっくりしたね、どんな話してんだよいきなりスタートか、それかよっつって、うん、いやまあたっちゃんも出てよかったと、うん、今でもそういうなんかあ危険なことしてんだよな、危ない時があってさ本当にそうか、うん、風呂屋はまずいな、うん、まあ、子供のことだけどね、うん、今のこの年じゃ大変なことになっちゃう、大変大変、賠償責任とか出るかもしれないよね、いやでも子供でそうなったらどうすんだろうね、うん、もうしょうがないんだろう ね、うん、風呂屋たまったもんじゃないね、そうね、おじさんたちすごい怖かったもんみんな、うん、本当に黙ってようかなと思ったけど、いやでもあれ不思議なもんで、うん、浮くんだよ、なに、あ浮くのポワンと浮いてきて、そりゃバレちゃうね、あそう沈まないんだ、うん、だってトイレで沈んでない、そうそうそう、で俺のはその時浮いたのポワンって浮いてきて、おーなんだこれってさ、浮いたからバレちゃってさ浮かなきゃそのまんま黙って出ちゃおうと思ったけど、なんなく出た感触はあったから、ニュルンと痛かったさ、あってしょうがねえなさあ今日は、はい、昭和が終わる、終わる、そうですね、89年、うんうん、7日間だけだっけ、そうだね、7日間だけなんだよね、うん、大変だよね、そうだね、俺この7日の日はね、うん、丸沼高原にスキー行ってたよ、うーん、なんかさ、うん、土曜日、うん、あれ8日が土曜日だっけ、そうだったか、なんか平日だった気もするんだけどちょっと覚えてないんだよな、金土だった気がするんだよね、で土曜日本当は休みになるはずが土曜日だったから休みじゃんっていう話だった気がするんだよね、8日の日、でも大変だよね、うん、考えてみやさ、学校とか始まる時でしょ、そうそう、あ、そうそうそうだよ、8日っつったら大体さ、ねえ、あ、で休みだったのかな、そもそも土曜日でもしかしたら、いやいや、あ、どうなんだろうね、土曜日休みだったのかね、うん、ねえ、でもみんな休んだよね、あの日ね、休んだ、気持ち悪かったの、初めて見たさ、うん、あの国旗にさ、日の丸にさ、黒リボンのわーっていうのがさ、ね、うんうん、何、大通りまでずっとこう下がってて、うん、初めて見る経験じゃないそういうのって、そうそう、いやーこういう風にするんだとか、ね、あと崩御っていう言葉も初めてそこで知ったしさ、知ったしね、うん、ねえ、すごいよあれ、なんかちょっと不謹慎かもしれないけどさ、うん、大丈夫だ、いつも不謹慎なんだから、テレビでやってるものがさ、うん、昭和天皇のことばっかりやってるじゃない、やってたやってた、で、うん、東京12チャンネルだけアニメとかやってたんだけど、やってた、やっぱり、うん、やってたので、あそこはやっぱ強いね、強いよね、やる気満々だよねやる気満々で、攻撃的だよね、あの本当に飽きちゃうじゃないそればっか見て、うんうん、でレンタルビデオ何にもなかったでしょ、何にもないので、何本かあってもう何でもいいやと思って借りてきた三流映画、うんうん、絶対借りないだろうってさ、カメレオンマンっていうさ今でも覚えてる、そういう時だけ見れない、それしかなくて、うん、でそれ借りて、うん、それがどこの町に行っても馴染んじゃうっていう、うん、そういうようなやつ、カメレオン、うん、面白いんだよ意外と面白かった、そうそうそう、カメレオンマン調べてみた、そうそうそう
私も借りてたよ、なんだっけな、うん、少年隊のなんか少年隊の映画、うん、なんだっけな、もうなんだかわかんない、別に見たいとも思ってなかったから、うん、少年隊のなんか映画を借りた、うん、見るもの本当にどこかけても同じだったから、うん、でも今になってみるとさ、うん、テレビ見とけよって思うよね、思う大人じゃ、この年になるとさ見とけよって思う、うん、大事なことなんだからって思うよ、あの頃だってこんなのみたいなさ、うん、どこでもこんなのやってて、まあ、戦争とかのばっかりじゃん、ねって思ったけどさ、もう今の年になるとさ、うん、大事なことだから見といた方がいいよって思うよね休みだからスキーに行こうとかさ俺だって丸沼高原で黙祷したもん、あ、そう、そうそうそう、ゲレンデでさ放送かかって黙祷してたよ、うん、確か、うん、そうなんだ、そうそう、そうですね、昭和天皇崩御、うん、消費税ができた、この年なんだ、この年だから結構すごいんだよ、消費税でしょ 3% 最初の、うん、あとはソウルオリンピック、うん、美空ひばりさんが亡くなった、すごいね、昭和天皇と美空ひばりさん同じ時に亡くなってるんだ ね、 ね、 ね、で、ベイブリッジ、横浜のベイブリッジ、うん、幕張メッセ、葛西臨海公園、お、臨海水族園、水族園ができて、お、それから、秋篠宮、うんうん、の紀子さんとの婚約を、婚約発表でいいのかこれは、これはありなのか ね、 ありなのかね、だって昭和天皇崩御でしょ、うん、ありなんだね、まあすぐじゃないだろうけどね、うんうん、手塚治虫さんが亡くなった、お、だからこう日本の国民的な方がね、亡くなって、美空ひばりさんとかね、うん、すごいよね、ね、本当だね、これはこの年はやっぱり激動の、本当だよ本当、いろんなことがあったし、うん、さあ、あの昭和っていう字を消す判子が出て、ね、出たよね、日本戦と平成 で、 平成であれが売れ た、 あるある、またそういうのなんのかね、なるんじゃない、今年だって、うん、だけど今年のカレンダーって西暦しかないよね、平成ってあんま書いてない、あ、本当だ、俺この間気がついたっていう、俺今年平成何年だっけなと思ってさ、あ、だね、そうだね、ほとんどね西暦なの、ああ、まあ、平成も、あ、平成もあんだろうけど、うんうんうん、だいたい西暦だよ、一番さゴタゴタしてるのがさ、うん、今学校でさ中学校の役員さんやってるんだけど、うんうんうん、学校の、うん、なんていうの、そういういろんな資料をどうするか、うん、学校ってほら何年度卒業生とかあるじゃん、だからそれをどうしようか、西暦にするのか、うん、年号にあれするのか、だから中途半端に5月からとかだからダメじゃんっていう話、うん、あれもさもっと早めに言ってくれればさ、うん、印刷屋さんとかいろいろな事務的なことだってあるからって気もするけどね、うんうん、一応早めにはして、あ、その年号をね、そうそうそう、あ、元号っていうか、もう元号、ね、もう多分決まってんだろうからさ、決まってると思うけどね、うん、だからさそれ発表して1年後からとかさ、うん、あー、なるほどね、にすればさあんまり、ね、損害が少ないじゃん、うん、でそれが4月スタートでもいいしさそう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 、1月じゃ大変だったら4月年度変わりからでもいいしさ、ね、もっとどうせだったらもっとうまいことできたんじゃないのかと思うよね、と思う思う、ね、ね、なんかその辺が融通きかないというかさ、うん、だってこんだけギリギリで大変なんだよってやってたんだからさ、うん、そうだよ、そうそうそう、だからね、帰ればいいじゃんね、どうせ遅らすんだったら分かってんだろうからさ、うん、もうこんなギリギリのさ、本当だよ、来月から買いますよポンって出すとかさ、うん、やんなくてもさ、何こんなことしなくたってって思うよね、みんなが苦しむんだからさ、うんうん、何がそのびっくりさせたいのって感じじゃん、本当だよ、お楽しみにさせて、ね、そこだよねここが段取りの悪さとかさ、うん、これでも平成って聞いた時にさ、うん、なんかあんまピンとこなかったよね、小渕さん、うん、なんとなくさ、あ、こういう元号なのかつって、なんか、そうだね、なんかパッとしないなみたいなさ、うん、今はもう全然平成って当たり前だけどさ、うん、なんとなく今回もそうなんのかなと思うけど、うんうん、なんとも思わないなんとよね、平成に関して今もさ、うんうん、その30年間、うんうん、なんともあんまりピンとこないままさ、ね、うん、まあその前に生きてるからね、うん、そうそうそう、ピンとこないまま30年間経っちゃったかなっていう気がするそんなこと言ったら平成生まれの方々に失礼だけどさ
そうだよ、そんな気がするね、うん、馴染めないまま30年経っちゃったなっていう感じがするな。だってもう本当平成っつったらさ、うん、昨日だよね、うん、感覚的にさ、そうそうそう、ね、だ昭和の話をこずっとやってたじゃん、うんうんうん、この番組でさ、うん、平成なんて本当にさそんなに思いが残ってないっていうかさ、ないない、そうそう、もう社会人だし、ね、なんか、うん、なんか執着というかさ、うん、あんまりないよね、ないね、うん、それはそうだと思う、うん、まあしょうがないよ、昭和生まれだもん、うん、俺たち、そうだよね本当にさ、インパクトがやっぱさ、昭和のインパクトが大きすぎたっていうか、いろいろね、その高度成長もありので、うん、だったのかもしんないよね、うん、となんかさ、おーっていうのがないじゃん、ない、ね、平成になると、うんうん、ね、でファッション、うん、ファッション、川のハーフコートがまた出てきた、この渋カジこの辺ね。なるほどね。で、ヒット商品が、うん、ゲームボーイ、ーハンディカム、うんうんうん、ビデオだこれ、うん、ね、とマツダのロードスター、うん、この辺はね、マツダのロードスターをさ、うん、持ってる人いてね、うん、乗らせてもらったんだけど、うんうんうん、狭いんだよ。ね、首が入んない、首が入んないの。え、待って、どういうこと？低いというかさ、座ると首を傾けないと乗れないっていうか、俺は。屋根が？屋根が。なんかすごい狭かったよ。サンルーフにしてもらって首出して乗るしかないの。そうそうそう、でサンルーフにするとそのちょうど前のフロントガラスの3のところが目の高さと当たって、うん、そんなに低いの？すごい水だかったよ。低いってか、多分シートを下げ倒せばと思うんだけど、なんかすごい狭くて圧迫感すごいあったよね。へえ、うん、そうなんだ、うん、そっか。で89年でしょ、うんうん、でヒット商品、食品がはちみつレモン、あ、飲んだねこれね、大人のふりかけ鉄骨飲料、やっぱこの辺そうだね、そうだね、鉄骨飲料、うん、それから流行語が一杯のかけそば、あったね、交通事故で父を亡くした2人の、これ交通事故だったのね、ね、知らなかった、それは、うん、お父さんがいなくてっていうのは聞いたけど、これフィクションだって話もあったよ、これフィクションじゃないの、わかんないけど、うん、あんまり詳しいこと知らないけど、俺も全然知らないんだけど、2人の子と母親が毎年大晦日の夜に一杯のかけそばを分け合って食べる、うんうん、っていう話、その話をここまでは知ってる、俺はそんな感動のなんか、まあいいや余計なこと言うのね、やめようやめよう、ね、5時から男、お、原田純二さんね、5時から男、うん、でツーショットはこの頃の言葉なんだ、あとホタル族、タバコ、タバコね、ベランダでタバコね、うんうん、へえ、まあベストセラーとかこの辺は大したことないな、うん、とヒット曲がね、プリプリでしょ、うん、プリプリがこの辺すごいです ね、 ね、そうだね、ダイヤモンドとか世界で一番熱いなとか、うん、あとは長渕さんのトンボ、トンボ、トンボも本当昨日だぜ、本当に、うん、それぐらいの感覚だよね、うん、だこの辺からさ、魔女の宅急便、あ、オルゴール、オルゴールって長渕さんのやつでしょ、映画、あ、そっかそっか、ね、うんうん、長渕剛が弾けてきた頃だよね、うん、平成、そうだね、平成からなんだねこの人は、ね、バーってなったの、そう、あんな風になっちゃったからね、うん、そうだ、洋画がインディ・ジョーンズ、レインマン、カクテル、うん、カクテルね、カクテルあったな、うん、こんな感じですね。あとはまあドラマは教師ビンビンとかそんな感じですね。教師ビンビンってトシちゃんの、トシちゃんの、あ、トシちゃんのやつか、うん、野村、野村弘信が出たやつでしょ、ね、うんうん、そっかそっか、あんまりもうこの辺はドラマ見てなかったな、印象がちょっと薄いよね、うんうん、もう大人だからさ、ね、働いちゃってるからドラマを見てる時間もあまりなくて、カクテルはさ、ね、すごく渋谷で会社だった時に、うん、渋谷のところにカクテルのでっかいさ、こんな横断幕みたいなのがあって、うん、それですごい覚えてる、はあ、カクテル、これ89年だから、うん、俺この年に最初の結婚したんです、うん、最初のってのあれだけど、あ、そう、そう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 、そんなに結婚してんの、うんうんうん、か数えるほどだけどそうか、そう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 、メール、焼きそばさん、はい、金融機関の週休2日制がスタート、ああ、なる
ほど。あ、そういう消費税とかとともにそういうことなんだね、うんうん、あとは竹下内閣が辞職、辞職、総辞職。あ、6月に宇野宗助を総理選出するも宇野宗助な宇野宗助はまあちょっとね。でもこの人さ、うん、10日ぐらいやったんでしょ。だから選出するも7月の参議院総選挙の大敗により辞任でしょ。だからこの人あれでしょ、あの芸者さんがどの子ので、そう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 、ね、もうさずっと言われちゃうよねこの人。ずっと言われる、こんだけの期間でさ本当だよ、ケチケチしてたからでしょ、きっと。でなんか その短い期間総理だったのも、うん、ボーナスの査定に入ってて、へ、それはちゃんともらえるとかって言って、それおかしいだろそれって。あ、そうなんだ。よくニュースでさ騒いでたよ、うん、それ内容が内容なだけに ねそっか。なんだっけ、うん、TBS 系で容疑者の故障を使用し始める、うんうん、沖縄産後の落書き事件。 あったね。え、これそうなの？ん？後に報道した記者の自作自演と判明だって。そうだったんだ、これ知らなかった。自作自演、カメラマンがやったっていうのはなんかあったよ、言ってたよ。そうなんだ、ろくなもんじゃないじゃんこれ、ね、なんかそういうのを ね大体この辺から始まってるよねそう ね やらせやらせね、うんうん、そうだね、うん、三井太陽神戸と桜が、三井住友、うん、でロッテの村田兆治が200勝、美空ひばりが国民栄誉賞、うん、千代の富士通算956勝、うん、最多。へー、手塚治虫が亡くなったでしょ、うんうん、でトヨタセルシオ、日産からパオ、あ、パオ乗ってたよ、うちのお兄ちゃんエスカルゴ、エスカルゴ、エスカルゴって結構可愛いやつでしょ。そう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 、あれなんか、うん、あの屋台向きだよね、なんとなくね、うん、そうだね、営業向きというかさ、うんうん、で任天堂がゲームボーイ、うん、大人のふりかけ、花王からクイックル。あ、で競馬は空前のブーム到来。何これ、あ、さっき、あのこの間の稲荷ワンでしょ、でスーパークリックダービー、ウィナーズサークル、エリザベス女王杯。あ、この辺は私はまだ手を染めてない、うん、頃ですね。予想屋じゃないってこと、うん、このマイルチャンピオンシップはオグリキャップ、あれオグリキャップの時買ってるな、おかしいな、まあいいやおかしいな。そうで、この年生まれが体操の内村航平選手と錦織圭、へー、みんな30ぐらいなんだね。そうだね、あと、うん、卓球の水谷さんね、うん、で歌手の西野カナ、ボクサーの井岡、うん、へえ、そうなんだ。なかなか平成生まれなのかな。そうだ ね。へえ、そうなんだ。それから、うん、ありがとうございます。それから、たかこちゃんからメールです。ああ、ありがとうございます。昭和64年、たかこは28歳。仕事も柔道も繁華街パトロールも全開バリバリだった年よ。でも翌年のバレンタインデーに入籍、あ、バレンタインデーに入籍、入籍と棺桶に足を突っ込む一歩手前だったわねバレンタインデーに入籍、28年上なんだね、うん、この人はね。たかこちゃんね、奥さん写真見せてもらったの、うん、綺麗な人。あ、そう、うん、結構みんな綺麗だよね。マンボの奥さんとかさ、ね、綺麗だって、みんな綺麗だよね。旦那さんはまあいいや、ね、奥さん結構みんな綺麗、旦那さん本当びっくりしちゃう、マンボ、そんなマンボ、そんなマンボ、たっちゃんミカボワンバンコ年号変わって、あ、言語変わって番組打ち切りしないでね番組改編の時期だし、こいつなんだこいつなんかあれだね、嫌だな感じだね、感じ悪いなこいつ64年7日しかなかったけど、元旦以外は筑波の大英で仕事、あ、大英ね、ムフフ時期だって少しでも長くバイト先の女の子と一緒にいたい気持ちが先行勝負の年だった。7日間、写真を送ったけど、うん、後々手に入れた昭和64年の10円玉2枚、値上がりしないかな。64年の10円玉、いや、あるんだ、あるの、全部あるの、100円もこ全部あるんだ、効果は。それは値上がりするんじゃない、だから数少ないって言って、うん、使ってない状態の方がいいんでしょやっぱり。いや、と、まあそうなんだろうね、ああいうのって、うん、こうよくさ記念硬貨みたいなさ、7日間でしょ。そうそう、あ、でも意外と出てんじゃないの、もっと前から作ってるから、うん、なんかね、うん、
親戚でそういうお金を集めてる人がいて、うん、昭和64年だけなかなか手に入んないって言っててさ、やっぱそうなんだ、であったら取っといてとかって言って、うん、へえ、うん、これなんだ、平成元年、今やる、次まで取っとくなんだこの打ち合わせ的なメールは今やる2月24日、体操の例じゃなくて体操の例、これわか体操例じゃなくって、これさ分かりにくいよマンボ、うん、仕事が休みでやることがないからとアパートで2人でワインを飲んで告白あ、そう2月24日、なるほど、そして涙の引っ越しを得て、うん、4月以降は新お茶の水の本社ビルに通い始めた、高額テレカを買い込み毎晩遠距離通話したな丸井のカードを使って新松戸のグループ会社の自動車学校に通い始めたのもこの頃、そっかね、高額テレカ、ね、あったよね、高額の、うん、なんか上野の方で売ってるやつとか、そうそうそう、ちょっとさ、やばいのがあるんだよね、うん、やばい、金色のこんなの貼ってあるやつとかでしょあれ、でも自分でもっと、あ、まずい、早っ、ブルジョアが、ブルジョア三上博史ですブルジョア、年間滑走日数が40日を超えると、うん、懐がだいぶ寂しくなってきますついに定宿にしているペンションの従業員部屋にご厄介になりつつ、オーナーのシーズンパスを借りて朝から晩まで長く険しい、いやもう原田知世探しの旅を続けています。たまに帰ってきて店を手伝う、もう従業員からは冷ややかな目、うん、そんなことは負けずに遊びまくってた、好きばっかりだ ねこいつ。卒業式の前日に帰ってきて親父の一長羅のスーツを借りて式に出て、うん、また翌日から山へ向かって本当すごいな、社会に出る直前までスキー三昧、呆れたもんです。そうだったんだ就職して配属先はデパート、うん、消費税導入と同時だったんでお客さんに説明しながらの販売は大変だったのを覚えていますデパートは従業員の大半が女性、休憩室は大人の女性がいっぱいです社会を何も知らない増田屋青年はそんな花園の中お姉様たちにとても可愛がられます。心の中で叫びました、これが思い描いていた世界だ昭和の部終了昭和の部終了いやおかしいな、おかしいね、デパートで働いたんだ、ね、おでん屋じゃないんだね最初から ね最初からおでん屋かと思ってたよ、なんかさ、うん、あれだよね、増田屋青年のさ7 増田屋青年人生をレッスル番組だった ね、 本当だよね7一緒だ、もう一回行こうかもう一回、珍しい、あ、11、あ、勝ったかもしれないぞ、10、あぶなじゃあ今日は私が行きます、はい、どれだっけ、こっちだ、行くね、うん、これかあーこれねこれだよ、これウォンチューね、ウォンチュー言うなってこれ懐かしいよね星の降る夜はこれは好きだったんだよ俺このまま行っちゃえ、もうカラオケ必ずこれだよ ねこれはね練習したよ俺いやー懐かしい昭和のなんか歴史を語るようなさ、確かに、ね、そうだね、次回は3月12日、うん、ね、やりますので、はい、それまで、はい、またねさようなら。